みなさんこんにちは、しのみやかのんです。カノン君、はい、ありがとうございます。ですね、今日はあの何を言おうとしたっけ。あ、今日は本当にベックスの今日あのステージできなくて本当にごめんなさい。ですね、今日から4日前ぐらいにあのなんかダンスの振りの練習をしていたら、いきなりなんか頭がグラッとなるなと思ってて、そしたらなんか何て言うんだろうな、体温計を測ったら熱が出てて、そこからどん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 大きくなっちゃって、39度ぐらい近い熱が出ちゃって、あの今日本当はあのちょっと何て言うんだろう、話がよくまとまらないんですけど、あの大事を取るためにちょっと今日はステージをお休みにさせていただくことになりました。それでですね、あのツイッターであの見た人もたくさんいるかなと思うんですけど、あの重大発表というか、重大でもそんな重大でもないんですけど、重大発表があります。私今中学3年生なので、あの受験を控えてるってことで、あの来月の12月12日のダンサーズビートと12月26日のミュージックモンスターを出て、3月ぐらいまで一旦お休みとさせていただきます。それで、なんて言うんだろうな、お休みさせていただくんですけど、あの樋口さんのツイッターでたまにはあの元気だよとかそういうツイートも出させていただくので、ぜひぜひチェックしてください。それとですね、受験が終わったらあの普通に自分のアカウントを作るので、あのぜひぜひフォローして拡散していただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、話はちょっとよくまとまらないんですが、あのこれからもよろしくお願いしますとのことです。すいません、なんかちょっとさっきまでずっと緊張、いや今めっちゃ元気なんですよ、本当超元気。今それ熱のせいだよ。本当なんかもう本当超元気なので、もう全然お話をかけおなお話をかけお話ししていただければなんといいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしますです。しのみやかのんでした。ここら辺ね、空いてるので、ぜひぜひ前に詰めて、誰か前に詰めてください。以上です。じゃあまた。